目黒蓮、花子、初ソロ表紙取れ高たっぷりで掲載カット増。メンバーと行くなら、旅 Q&A も。人気グループ、スノーマンの目黒蓮さんが、2月28日発売の女性向けライフスタイル誌、花子、マガジンハウス4月号の表紙を飾る。目黒さんが単独で同誌の表紙に登場するのは初めて。同号は、沖縄春の旅特集で、表紙と紙面の特集、目黒蓮、春の旅へは沖縄らしさを感じさせる、リゾート感たっぷりの雰囲気に仕上がった。今回はヤシの木、ビーチチェア、パラソルなどの小道具をスタジオに用意し、海があるようなイメージで撮影を実施。同誌編集部は、撮影した写真はどれも素敵で選びきれなかったので、当初8枚の掲載予定を23枚に。目黒さんのあらゆる表情の中から推しの1枚を見つけてくださいとアピールしている。インタビューでは、沖縄に一度も行ったことがないので、常に行ってみたい旅先の上位に入ってます。遠出をするのはなかなか難しいけど、自分で運転して、緑があるところに思い立って行ったりすることもありますなどと旅事情を告白。